The Korean Peninsula was a part of Japan under the name of Mimana in the third century. The clear evidence of this fact is that many Zenpo Koenfun or Japan originated tombs have been discovered in the Korean Peninsula, though Korean archaeologists never accept this idea. 現在の韓国の人たちが最も意味嫌うのがかつて朝鮮半島にあったとされるミマナです。最近では韓国の歴史家たちはミマナを認めながらも言うなれば日本と友好関係を持っていただけの国つまりカヤの国であると。ミマナをまともに認めると朝鮮半島そのものが日本の領土であったことを認めることになってしまうからです。 そのミマナ。この日本では私たちは学校でミマナの日本府と学びました。ここで日本という国名をつけたのが誤解されました。で、その日本という国名だけを指摘し、日本府はなかった。だからミマナの日本もなかったと。が、ミマナは日本の領土でした。その証拠が朝鮮半島南部で見つかっている前方後円墳です。 前方後円墳は日本が神々の国であったというまさに物的証拠ということになります。同時にそれは日本の領土であることを示す象徴的な物的証拠ということになります。当初、つまり朝鮮半島で前方後円墳が見つかったとき、真っ先に喜んだのが韓国の考古学者の先生たちであったことは言うまでもありません。それ見ろと。 つまり日本の前方後円墳も韓国が危険であったと。それにこうしてその前後にあの朝日新聞社も北朝鮮で前方後円墳が見つかったと大々的に報道しました。その北朝鮮で見つかったという前方後円墳についてはこの動画の中で紹介しますが、やがて韓国の前方後円墳が日本の前方後円墳より 新しいと分かると、韓国の考古学者の主張は勢いを失い、ついで、鳴りを潜めました。なりを潜めるところか、あろうことか、韓国にあった前方後円墳を、ブルドーザーで破壊してしまったというのです。で、これについても、破壊したのではない。保全のため、土で覆っただけ、と。ただ残念なのは、この日本の中にも、 韓国側の主張を鵜呑みにし、日本府というのはなかった。だから、ミマナの日本府はなかったと主張している学者がいることです。つまり、日本の文化はすべて、すべて、トライ文化、トライ文化であり、この日本には何もなかったと。こういうのを、自虐的考古士官というのだそうです。が、確かに、ミマナはありました。ミマナの日本府、 というのはありませんでしたが、マナはありました。日本の領土でした。繰り返しになりますが、前方後円墳がその証拠です。それについて、ミニタン8 3んよりこんな情報が届きました。宋の時代には日本が朝鮮半島で大きな影響力を持ち、事実上朝鮮半島を支配していたという物的証拠です。 私、林博士は、どこかこうした国水主義者と誤解されそうな動画作りは苦手ですが、現在の今、日本人の私たちがあまりにも自信喪失になっているように感じましたので、この動画を皆さんにお届けすることにしました。ミニタン83さんからの情報をじっくりとお読みください。広し林浜ーマジャパン。 Hello, this is Hiroshi Hayashi and Otokichi、ok、Oyaji Japan.、Uh, Japanese man's in Korea. Why in the Korean Peninsula? 朝鮮半島の前方後円墳。なぜ朝鮮半島に前方後円墳があるのか林広の古墳理論を説明します。ペルシャのあちこちにこのようなレリーフが残っています。右にいるのがアフラマズダ、左にいるのがダリウソウかと思われます。今、 アフラマズダーがその王に王権を表すシンボルマークを渡しています。このレリーフの中でもそれが表現されています。リボンのついた丸い輪です。王権を表すシンボルマークです。この、まあ、王権を表すシンボルマークを渡された王はですね、地上の支配権を意味します。それを渡すことができたのは、神の中の神、すなわちアフラマズダーということになります。このリボンのついた丸い輪がですね、 現在、日本では、締め飾りとなって残っています。丸い輪に、まあ、リボンですね。丸い輪に、リボンです。そして、この、丸い輪に、リボン。リボンのついた丸い輪が、現在の締め飾りというわけです。そして、それが、前方後円墳の基本形となりました。こういう形で、神々はですね、 前方後円墳を地上に配置することによって、天の仲間たちに向かってこう宣言したわけであります。ここは神々の都市であるぞとですね、それが現在日本に残っているわけです。が、朝鮮半島の皆さんは、私とは違った考え方をなさっているようです。おときさんからのメールをお読みください。 で、検証してみますが、朝日新聞がですね、こんな記事を載せました。北朝鮮で前方後円墳が見つかったというのです。これがその前方後円墳ですが、私の家の近所にも、工事現場には同じような前方後円墳がたくさんあります。 で、乙吉親父さんがこのようなウェブサイトを紹介してくださいました。前方後円墳の起源は小栗であるというわけです。墨石塚というのがそれだそうですね。で、同じウェブサイトにはこのような写真が紹介されていました。これは方墳ということになっているが、見方によっては前方後円墳にも見えると、そういうわけです。 ノーコメントです。ノーコメントです。上が北朝鮮で見つかったという前方公園符。ノーコメントです。そして、これが甲府にある長子塚古墳です。 で、調べてみますと、確かに朝鮮半島では前方後円墳が見つかっているのですね。この赤い印のついたところがその前方後円墳のあるところだそうです。まあ、現在、その中の一つが紹介されていますけれども、こういう形で残っているのだそうです。前方後円墳のあるところに丸をつけてみます。 つまり、当初は、前方婚姻風の起源は朝鮮半島である、というような主張が強くなされていましたけれども、この事実は、現在の韓国の人たちにとっては、誠にもってまずいわけです。一番下のピンクの部分が、未満な、日本風です。ちょうどこの位置に、まあ、一致するわけですね。 現在、まあ、韓国の教科書からは、ミマナの日本譜は完全に否定されています。ミマナの日本は、日本というのは、日本側の出ッチャげというわけです。そしてそれにこうして、日本の学者の中には、ミマナの日本譜はなかったと主張する方もいらっしゃいます。確かに、ミマナの日本譜という言葉そのものはなかったわけですけども、それと同じ 性格を持つ者が朝鮮半島の南にあったことは事実なんですね。で、この地域に前方後援墳を認めるということはですね、まあ、韓国の学者たちにとっても、誠、まあ、ことにもってまずいということになるわけです。なったわけですね。つまり、こうしたところに前方後援墳があるということは、 未満なの日本府を認めることにつながってしまうからです。それに対して、ベストアンサーはこのように答えています。つまり、現在韓国にある前方後援盆は 埋め戻されているというわけです。話を戻しますが、王権のシンボルについての話を少し補足しておきます。少し、って言いますか、同じ話になるかもしれませんけども、お許しくださいね。今、シュメルの神が持っている棒は、棒はですね、日本では尺と言いますけども、真剣を表す棒ということになります。いわゆる神から直接、 ま、この地球そのものの支配権を授かったという意味ですね。この棒です。アフラマズダーがその棒を手にしています。そして、右手で王権を表すリボンのついた輪を渡しているところです。やはりこのアフラマズダーも尺を持っています。今左にいるのはミトラで代行として尺を持っています。 そして、どこかの王に王権を表すシンボルマークを渡しています。まあ、こういう形で地上の支配権を渡したわけです。いわゆる神権を持つ神からですね、地上を支配する王権を受け取っているというわけです。まあ、こうしたレリ,リーフはあちこちに残っていますけども、共通しているのは リボンのついた和を王が渡されているということです。つまりこれが王権を表すシンボルマークということになります。まあ、繰り返しますけども、これが日本の締め飾りとなって現在に残っているというわけです。 日本の締め飾りですね。これを、めでたい日に玄関先に飾ることによって、そのめでたい日を祝ったというわけです。そして、その形が、前方後円墳の基本形となりました。丸い輪に短冊ですが、空から見なければ、この形は、 わからないということです。皆さんもそこに注意してください。空から見て初めてこの形がわかるということです。つまり、初めから空から見て初めてわかるシンボルマークということになります。古代の神々はこのシンボルマークを日本ランドの上に直接焼き込みました。そして、内外の 神々にこう宣言したのです。ここは神々の土地であるぞ、とです。この王権のシンボルマークについて少し、少し補足しておきます。これは長野県の井戸尻で発掘された土器ということになっています。左も土器ということになっています。しかしこれら二つは、二つで一対の土偶を表しています。 この土偶の頭の後ろを見てください。丸い輪がついていますね。丸い輪がついています。古代の神々はリボンのついた輪を、リングをこうして頭の後ろにつけていたものと考えられます。そうしたレリーフも残っています。で、同じリボンのついた丸い輪がですね、 マヤ、インカでも発見されています。これはマタベイさんが教えてくださったんですけども、マヤの王たちも丸い輪にリボン、リボンのついた丸い輪を身につけています。その多くは頭の後ろにつけています。つまり、 太平洋を越えたメキシコでも同じような王権を表すシンボルマークのうち、なあちリボンのついた輪が発見されているということです。こうして並べてみますと、丸い輪、リボンが何を意味するか、皆さんにも理解していただけると思います。他にも色々な事実があります。 トラさんという方がですね、仏教法具で使うラクスもその人ではないかと教えてくださいました。向かって右側の胸についているのがラクスです。やはり丸い輪にリボンです。リボンのついた丸い輪があります。まあこういう形で日本の まあ、伝統的な文化の中に根付いているというわけです。ジュズもそうではないかと。当然考えられますね。楽譲に話を戻しますが、これが楽スです。そしてそれが締め飾りとなった。 そしてそれが前方公園墳となった。アフラマザーのレリーフの中にもその形が表現されています。数すなわち不動明王が持っている、まあ紐のようなものもこれに似ています。さらに、相撲で 見られるこの回しですね。これも丸い輪にリボンということになります。不動明王です。向かって左に持ってるのが真剣に笑わす尺。そして右に持ってるのが丸い輪にリボンということになります。柔図もこの流れの中にあるものと考えられます。まあ、形は多少違いますけども、やはり王権を笑わす シンボルマークということになります。そして世界中で同じようなシンボルマークが見つかっています。先ほど言いましたように、アフラマザーの紋章の中にも隠されています。前方後円墳ですね。締め飾りですね。まあ、こうしたものがですね、 王権を表す。ということになりますと、朝鮮半島の方にとっては、誠にもって、まずいということになるんですね。言い換えますと、朝鮮半島も、かつては、日本の支配下にあったということになるのです。ですから、一部で言われてますように、韓国では前方公園墳が見つかると、ブルトーザーで、 埋め戻されているということに繋がっていくわけです。だからといって私はですね、この先、重箱の墨をほじくり返すような議論はするつもりはありません。以上のことをもっと高い視点から掘り下げてみたのが次のビデオです。 どうかご覧ください。日本はまさに神々の国でした。というビデオです。Hello, this is Hiroshaya Shihama Maseri Japan.Japan is a land for gods.I say Japan in Nazca. 日本は神々の国だった。Nazca の中の日本。 It's my pleasure that I can prove what I'm saying here is correct and true with evidence. そのことを証拠を添えてこのビデオの中で証明いたします。まさに日本は神々の国であった。その証拠がナスカ平原に残っていました。私のことを疑う前にどうか続くビデオをご覧ください。 あなたも私の言っていることに納得するはずです。日本列島を示す地上絵があり、その横には日本の滑走路が走っていました。一本は日本の桜島、もう一本は日本の富士山です。位置も一致しています。どうかご覧ください。Thank you. Hello, this is Hiroshima City Japan.Japan Japan was a land o r gods.Evidence and proof on Nazca Theory. 日本は神々の国だった。ナスカ理論による証拠と証明です。私はこのビデオの中でですね、日本という国がですね、神々の国であった。今もそうだということを皆さんにお伝えしたいと思います。 バカげてるというふうにね、あの、言う前に、10分だけ時間をください。これがナスカです。ナスカ、まあ、平原といいますか、高原ですよね。このナスカ高原の、平原のですね、一角に、滑走路があります。この滑走路です。 緯度経度はここに示しておきますから皆さんご自身でご確認ください。これが桜島です。鹿児島湾の中にあります。これが富士山です。このあ鹿児島の桜島と富士山から線を引いてみます。ブルーの線は桜島から引いてきた線です。上の黄色い線は 富士山から引いてきた線です。こうして2本の線が並びますけども、ここに奇妙な絵があります。これをぐるっと回転してみます。半時計回りに回転してみます。こういう形になります。 この形と日本列島の地図と比べてみます。北海道と四国を取ります。その理由は後で話します。そしてこの形を比べてみますと、一見雑なように見えますけども、正確に日本列島の本州を表していることがわかります。そしてこの緑の線は、 富士山から引いてきた線です。そしてこのナスカの標識とここで重なります。その位置はちょうど地図の中における富士山の位置と一致します。橋と橋をつないで、そして富士山のあるところをつないでいます。すなわち富士山からの緑の線、左のですね、ナスカの線は正確に日本列島の中の富士山の位置を示していることになります。 では、この赤い部分は九州なんでしょうかそれともそうではないのでしょうかその答えは実は前方後円墳にありました。これは前方後円墳と呼ばれています。では、前方後円墳がどういう意味を持つのか、皆さんにお話したいと思いますが、 林哲也さんがですね、えー、掲示板の中に、えー、前方後公演、演墳とですね、アフラマザーの、がですね、真剣、すなわち王剣ですね、いわゆる渡すその和と、リボンのついた和に似てるということを教えてくださいました。これがアフラマザーの和と、それからリボンですね、リボンド、リングというふうに表現されています。そしてこれは、 シンボル o l キ f グシップ s っていうふうに英語では書いています。王権ですね。えー、いわゆる地球、地上のですね、統治権を人間に渡すときに、これを、まあ、シンボルとして、アフラマザー、神々は人間に渡していました。アフラマザーが渡しているところです。丸い輪にリボンがついているところに注意してください。丸い輪にリボンがついてますね。これが、 王権なんですね。で、日本の締め縄はその形をかたどったものだと考えられます。そしてそれが現在に残っているわけですね。丸い輪にリボン、短冊ということになりますね。比べてみてください。これでなぜ日本に締め縄があり、 なぜ日本に前方後円墳があるかということをがですね、皆さんにも分かっていただけると思いいただけたと思います。そしてそれはですね、マヤ、それからインカにも同じものが残ってる、残っています。丸い輪にリボン、短冊ですね。そして、今日は紹介しませんでしたけども、エジプトでも同じものが見つかりました。 こうして並べてみてください。丸い輪にリボン。丸い輪にリボン。丸い輪にリ,リボン。世界中で見つかっています。すなわちこれが、神がですね、人間に渡した王権の象徴ということになります。ここは神々の、これは神々の紋章であるという意味なんですね。そしてその紋章をですね、神々は日本ランドの上に直接描きました。 空から見えるように、宇宙から見えるように、そのマークを置いたわけであります。それが前方後円墳ということになります。すなわち、この土地は神々の土地であるぞということを内外にこういう形で示したわけであります。すなわち、前方後円墳というのはですね、この土地は神に属する土地であるということを示したわけです。検証してみます。 前方後円墳というのはですね、全国で706箇所、えー、登録されています。まあ、全部を紹介しきれませんでしたけども、その706の前方後円墳、他にもいろんな古墳がありますよ。小さな円墳も入れればもう無数にあるわけですけども、この前方後円墳がですね、あるところを調べてみますと、本州に623。そして九州に70。 四国にも少しあります。それはあの、瀬戸内海沿いにあるわけですね。13個あります。数は、あの、まあそういうことですね。合計で706カ所で、前方後円墳が登録されています。なあ,あち、前方後円墳がある土地は本州と九州だけというふうに考えていいわけですね。四国にも少しありますが。となると、神々は、 神々の都市として選んだのは本州と九州ということになります。ですから、ナスカの標識には本州と九州が描かれているということになります。となると、下の、左下のですね、この、まあ、グリーンで示した場所はですね、九州ということになります。九州はまさに大きさから比べてもまさに神々の、えー、島であったということがこれでよくわかります。結論から言いますと、 このナスカの表、えー、に書かれたこの絵はですね、まさに日本の土地、日本ランドを示しているということです。日本ランド、すなわち本州と九州を示しているということです。そして、えー、本州と九州がですね、まあだ、だから前方後円墳は本州と九州、まあ四国ではありますけども、に見られるということです。そして同時にですね、 こうしたランドマークがあること自体がですね、もう一度、あの、富士山の線を見てください。こと自体が日本がですね、神々の国であるという証拠になります。いかがですかこれが私が皆さんにお見せできる証拠と証明です。